紀元前6世紀の諸民族とブディノイ人の位置。ブディノイは古代ギリシャ時代の歴史に記されたヨーロッパ・ロシアの遊牧民。現在のロシア連邦、ゾイ・ボルガ連邦管区、現在のサマーラシアたりにいたと思われる。アケメネス町のダレーオス一世はボスポラス海峡を渡ってトラキア人を征服すると、続いて北のスキティア人を征服するべくイストロス川を渡った。 これを聞いた、スキュティア人は、周辺の諸民族を救合して、ダレエオスに当たるべきだと考え、周辺所属に使者を送ったが、すでにタウロイ、アガテュルソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの所属の王は会合し、対策を練っていた。スキュティア人の使者は、所属が一致団結して、ペルシアに当たるため、 スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、所属の意見は二手に分かれ、スキティアに賛同したのは、ゲロのイ王、ブディのイ王、サウロマタヨウのみであり、その他の所属は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。こうして、すべての民族が同盟軍に加わらなかったため、スキティア人は、正面からの攻撃を諦め、焦土作戦によって、 ペルシア軍を迎え撃つことにした。この時、ブディノイ人は、ゲロノス人と共に、スキュティアのイダンテュウルスス王、タクサキス王の部隊に編入された。スキュティア人はまず、ペルシア軍の前に現れて、ペルシア軍をおびき寄せ、東へと撤退していった。両軍は、おいおい割れながらタナイス川を渡り、サウロマタイの国を越えて、ブディノイの国に達した。この間の土地には、 ちょうど作戦のため、水も食料もなく、ペルシア軍はただもぬけの殻となったゲロノスの木造砦を燃やして、進軍を続けた。やがて無人の地に入ったため、ダレーオスは、進軍をやめて、オアロスカ藩に駐屯し、八つの砦を築き始めた。この間に、スキュティア軍は北を迂回して、スキュティア本国へ帰った。スキュティア人が姿を消したので、ダレーオスは、 砦出の築城を放棄して西へ転じ、スキュティア本国へ向かった。ペルシア軍はそこで、ブディの偉人を含むスキュティアニ行く連合部隊と遭遇し、再び追跡を始める。しかし、スキュティア軍は逃げるばかりで戦おうとしないため、ダレーオスはついにスキュティアのイダンテュルソス王に使者を送って降伏勧告をした。イダンテュルソス王は、ダレーオスの態度に腹を立て、再び、 ペルシア軍を翻弄するとともに、両者一身一体の攻防を繰り広げた末、ついにペルシア軍をスキュティアの力を言い出した。ブディのイ人は遊牧民であるが、スキタイ人のように移動して牧畜を行うのではなく、定住型の遊牧民であった。しかし、ヘロドトスによると、彼らの言語はスキタイ語であるとし、言語的、文化的にもスキタイ系の民族であることがわかる。 しかし、ギリシア系の農耕民と共存しており、少なからず、ギリシア文化も入っていると思われる。また、ブディノイは青い目や赤い髪など北方系白人の用紙をしており、一方、ゲロノイはギリシア系の浅黒い南方系白人の用紙をしている、ことがヘロドトスの記述から見て取れる。この地域には、前5000年期から前4000年期にかけて、ドニエプルドネツ文化が栄えており、 この文化の担い手も典型的な北方系白人の牧畜民で炭水化物源として穀物よりもナッツ類を常食とし、牛肉と魚肉を中心とした高タンパクの食生活をしていた。考古学的研究により彼らの体つきは同時代のヨーロッパから中央アジアにかけての他の諸文化の担い手たちに比してはるかに大きく立派であったことが知られており、 北欧至上主義者たちからスカンジナビア北欧人の起源ではないかと熱い注目を浴びている。ただしこの文化の広がりは、スラブ人や東、バルト人の起源とされる地域に一致している。現在のドンカ赤ら川の意にとる説もある。大鹿の類とも、天の類とも言われる。現在のドナウ川、現在のボルガ川、岩村忍、 文明の十字路イコール中央アジアの歴史 P39 ニーパー、ドーネッツカルチャー、JP、マレリー &DQ アダムズ、インスイクロープギアオブインド、ヨーロピアンカルチャー、フィッツロイディアボーンプブリシャース、ロンドンシカゴ、1997。ありがとうございます。